まあ、点差はつきましたけど、やっぱ前半とかも結構しんどかったですし、まあ、けど選手前半すごい良くて後半がダメやったんで、まあ、そういった意味では、まあ、少し進歩があったというか、うん、まあ、最後まで自分たちのラグビーを貫き通すことができたし、まあ、そういった意味ではすごい成長した試合だったかなというふうに思います。毎週毎週しっかりと成長していって、まあ、先見ずに次の神戸戦しっかりと自分たちの強みを出して、まあ、いいゲームして、まあ、全勝で最後に、ね、いけるようにしっかりとやっていきたいなと思います。もっともたくさんのお客さんに来てもらえると思いますし、まあ、一緒に勝利を分かち合えるようにね、また来週もしっかりと来て、一緒に頑張って戦っていきましょう。よろしくお願いします。